校舎の部屋ね。さすがにハルトマン議長の部屋ほどではないけれど、まああれと比べたらな。でお嬢、迂闊だろ。何を今さら焦っている。シュバルツオークションについての経緯などとっくに聞いている。一家としては長年狙っていた獲物を横取りされた気分だな。それはともかく、やはりここが会長室みたいですね。どうやらルバーチ商会の中は一通り調べ尽くしたようですが。ああ、結局マフィアは一人も残っていなかったし、何か手がかりがあるとしたらこの部屋以外はありえん。時間が惜しい。全員で手分けをして調べるぞ。はい。さぞいろいろなものが見つかりそうですね。ピッキングツールで解除するのは難しそうだな。となると部屋の中を探してみるか。さすがに高そうな酒ばっかりだけど、ひょっとしたらビンゴ。手下たちが間違っても触れそうにはない場所。ま、定番の隠し場所だよな。
よし、開いたか。いくつかファイルがあるけど、どれどれ。あった、やはりマフィアが薬物を。そしてグノーシス、例の教団が作った薬物か。一体どういう関係が。あれ、宝箱の隅に何か。これは警察の。失踪した市民たちは全てリストに記載されていた。これでマフィアが薬物を広めた裏付けは取れたわけだ。そして例の教団が作ったというグノーシスとやらか。一体どうしてマフィアがそんなものを。入荷リストによると、何者かの提供を受けているのは間違い、やはりその人物が教団関係者なのかしら。間違いないだろう。書類によると数年前から付き合いのある人物みたいだな。軍用犬に薬物を投与して簡単にコントロールする技術なんかも提供していたらしい。なるほど、軍用犬を訓練するのは両兵団でもかなりの手間がかかる。あれだけ大量に使ってたのはちょいと違和感があったんだが。全てはその教団関係者が協力していたというわけ。しかし一体何者だ。やり取りの頻度から見てクロスベルの人間であるのは間違いないよ。わかりません。ですが、失踪者たちの行方もマフィアたちの不在の理由も全てはその人物が握っているのではないかと思います。私も同感です。おそらくあの青色の錠剤は数年前に使われていた。その人物が完成させてマフィアに提供したのでしょう。ティオちゃん大丈夫だ。俺たちがついている。もう二度とティオに悪夢は見させない。ロイドさん、まあどうやらぶちのめすこと確定の下道みてえだしな。しかしそうなるとどう炙り出すかが問題か。そうね、人手が圧倒的に足りないわ。消えたマフィアへの対処と失踪者の捜索に加えて空港の爆破予告もあるし、上層部の圧力がなかったらなんとかなったんでしょうけど。まさか警察局長までには完全に取り込まれていたとは。そうでなければ全警察を挙げた対策本部を設立できたものを。恥を知るがいい、警察の辛い王子が。ダドリーさん、提案があります。遊撃士協会に協力を要請しませんか。おお、その手があるじゃねえか。バカなことを言うな。そんなことをしたら警察内部の恥をギルドに暴露することにも。仕方ないでしょう、警察全体のツケなんですから。見て見ぬふりをしていた俺たち全員の責任です。恥くらい甘んじて受けるべきではありませんか。確かにこうしているうちに失踪者たちがどんな目に遭っているか分かりませんし、消えたマフィアどもが何をしでかすかも分からねえよな。もう対面を気にしている場合ではないと思います。セルゲイさんも飛んだ部下どもを集めたものだ。いいだろう。ギルドとの交渉はお前たちに任せた。私は私で上層部の目を盗んで動ける人間を一課から確保しよう。場合によっては二課からの協力も得られるかもしれない。ダートリーさん、感謝します。引き入れてくださって。勘違いするな。現状ではそうする以外選択肢がないというだけだ。それよりもバニムス、そのバッジのことはいいのか。な、
傷ついた警察気象。本当にお前の兄貴のバッジなのか。ああ多分そうだと思う。ティオも見覚えがあるんじゃないか。はい、多分例のロッジ制圧の時についた傷だと思います。勲章だって言ってました。道理でうるさく言っても新品と交換しなかったわけだ。ダドリーさんは兄貴とは同僚だったんですよ。兄貴が捜査一課に移ってから。まあ正直一課の水には全く合わない男だ。強引かつ無鉄砲、独断専行ばかりが目立って、私とは特に反りが合わずに事件をめぐって衝突ばかりしていた。だが優秀な捜査官だったのは一家の誰もが認めていた。もちろん私も含めてな。ダドリーさん、奴が殉職した時、私たち一家の人間の喪失感は予想以上だ。反りは合わなかった。どこか奴の破天荒な行動力に期待していたところもあったんだ。必死になって犯人を探したが、結局手がかりは見つからず、すまん。お前には辛い思いをさせた。よしてくださいよ。単独捜査をしてた兄貴にも問題はあったみたいだし、そんな風に兄貴の死を受け止めてくれていただけで。そうか。しかしここに来て改めて容疑者が浮上したわけだ。もちろん当時からもその可能性は疑われていたが、これでやっとお前も兄の無念を晴らすことが。いえ、今は兄貴のことはいいんです。それよりも解決しなくてはいけない問題が山ほどある。それを片付けてから考えます。ロイドさん、本当にもう生真面目なんだから。まあそれがこいつのこいつたるゆえんだろう。分かった。それでは今はお互いやるべきことをやるとしよう。あの尺に触るくらい破天荒で前向きだった男に負けないためにもな。はい。